おはようございます。スプリングです。私は今青森県ここは五所川原市に来ております。場所としましては津軽鉄道の津軽飯泉駅です。いやー、昨日もねここでラッセル撮ったんですが、非常にいい雰囲気なのでまた来てしまいました。本日ね、ちょっとあんま時間はないんですが、ちょっと今日お昼の飛行機で帰ってしまいますので、午前中だけね、ちょっとこの津軽鉄道撮影をしてみようかなと思っております。いや、本当にいい雰囲気の駅ですよ。禁煙列車にご協力くださいと書かれております。いやー、いい雰囲気ですね。この窓から見える向こうの雪景色もいいですね。ちなみに津軽鉄道は日本最北端の私鉄として知られております。凝り、麻痺、痛み、もうこういうようなラッチもあるんですね。いやー、いい感じだよ。博物館があるんですね。昔はこういうような手荷物取り扱いをしてたんでしょうね。いやー、素晴らしい。いや、駅構内は全くで足跡がないので、今日利用する、まあ訪れるのは私が最初なのかもしれません。だいぶ日が上がってきましたね。いやー、これが駅ですよ。すごいですね。非常にいい佇まいです。晴れそうだね。撮影しに行きましょうか。早速ですけどね、昨日ラッセルを取った踏切で1本取ってみようと思います。2両つなげました。機動車がやってきましたよ。いや、ここの踏切ね、ちょっと気に入ってるんですよね。なぜかと言いますと、この、まあ、電柱、まあ、木製の電柱ですけどね、まあ、これがちょっと、まっすぐではなくちょっとね傾きながら立っている。これがなかなかね良かったなと思いましたので、この列車をちょっと後席で狙ってみました。こんな感じですね。いやー、いいのが取れましたよ。いやー、まだね、時間が6時過ぎですからね。さあ、というわけで、芦野公園駅というところまでやってきました。ここは大きい感じですけど、無人ですよね。このすぐ隣に芦野公園というね、大きな公園があるんですが、そこへ、行くための駅のようですね。待合所もあります。ラッチですね。ようこそいらっしゃいました芦野公園。ここもね大変綺麗なんですよね。こんな感じですわ。この木の中をね列車がやってくる、ちょっとトンネルのような雰囲気ですよね。いや、綺麗だ。もうすぐするとね、また列車やってきますので、ちょっとそれを撮っていこうかなと思います。さあ、そして五所川原方面に向かう列車がやってまいります。いや、ホームの上もね、雪がたくさん積もっておりまして、線路の方もね、雪が積もっておりますね。まあ、そしてまだね、この雪が少しだけ降っております。その中をね、列車がこの林の中を通ってやってくる。いやー、もうこれだけで非常にいい雰囲気です。やっぱねこの芦野公園、結構写真は見たことあるんですけどね、初めて来てちょっと興奮しましたね。もうこれだけで非常に来た甲斐があったような気がいたします。そしてこちらもね、列車ここの駅に到着することとなります。ワンマン津軽五所川原と書かれたね、列車がやってきましたよ。というわけで写真こんな感じになりました。この林の奥から列車がやってくるところ、そしてね、こちら側に少しやってきたところで、2枚撮影をしておきました。まあ、2枚では写真はもうちょっと撮ってますけどね。さあ、そして、すぐに出発となります。こちらも2両つなげてるんですね。また向こうの方にも林がありますので、ちょっとこちらもね、撮ってみたいと思います。非常に大きな雪壁、そして向こうにね林があります。こちらもねこんな感じに撮っておきましたよ。後ろも後ろで結構いい感じですよね。
まあおそらく走れメロスと書かれたヘッドマークがね、雪でも埋もれてしまっておりますけど、でしばらくすると一つ隣の駅金木駅からね、列車がやってまいります。先ほどの列車が交換してね、こちらの方にまだ別のやつがねやってくるということになります。今度はこちらの林をね一緒に撮っていこうかなと思います。3頭のライトがこちらの方に向かってまいりますね。いやー、もう第3セクターとかこういう機動車私大好きですのでね、いやもうこれだけで非常に通り、来た甲斐があるような気がいたします。この津軽鉄道のこのね機動車もなかなかいい顔をしておりますよね。芦ノ湖駅の方に列車は近づいてまいります。まあ雪のせいか結構ゆらゆらとやってきましたね。いやこのやっぱ雪国のね後ろについてるこの雪がねすごく私好きなんですよね。というわけでね写真は撮っておきました。まずね向こう側からやってくるところ、この木々の中を列車が進んでまいります。そしてこの後列車出発をしますのでね、空いた構内踏切から撮影をしておきました。こちらもいい雰囲気ですね。これね林を抜けて次の駅に向かっていきます。まあ結構雪積もっておりますのでね、この線路がかなり下の方にあるような感じがいたしますよ。結構深そうですねこれ。文豪太宰治が愛した津軽鉄、列車ですね。津鉄列車日本一を見よう。そうですね、ここは太宰治の出身の場所ですよね。昔は北津軽郡金木村と言ってたようですが、今は五所川原市の金木町というふうになっております。桜なんですね。いやー絶対綺麗だろうな。まあ、この後ちょっとコンビニでね朝食を済ませまして、この津軽鉄道の最終駅である津軽中里駅にね行ってまいりました。ちょっとその辺はね動画撮ってないんですけども、その後の列車をその一個手前の駅、福岡駅だったかな、まあ、深い里の田んぼと書いてね福岡だという模様なんですけども、まあ、その駅の付近でね撮影をすることにいたしました。まあおそらく田んぼなんでしょうけどね、この一面に広がる雪原、それと列車を撮ってみようと思いますよ。いやこのなんか車内にはね紅白幕がついておりましたね。こういう感じでちょっと広々としたね雪原と一緒に撮ってみました。そして出発することになります。こちらもねこちらとて結構この雪原が広がっておりますのでね、一緒に撮ってみようと思いますよ。列車ゆっくりと出発をしていきます。このオレンジ色の機動車いいですね。非常に味わい深い。ちょ空はね晴れそうかなと思ったんですが、まあちょっと晴れませんでしたね。こちらもこんな感じで撮っておきました。かなり広角で攻めてみましたよ。そして列車はカーブを、進んで次の駅へと向かっていきます。この後はね次の駅との間で撮影をすることになるのかな。この後少し天気が良くなってきますからね。おお、ここに来て日が差してきましたよ。すごい、まるで桃源郷のようですね。桃源郷見えちゃいましたよ。いやこれを写真に撮るとねこんな感じになりました。いやこれでちょっと列車を撮りたいですね。これはめちゃくちゃ綺麗ですわ。いや今朝方ねこの向こうに岩木山が見えてたんですが、それをね撮れる場所を探しててここをね見つけたんですが、列車来る前に見えなくなってしまいましたね。いや残念、撮りたかったな。いやーまたちょっと雲が迫ってきてる。あと15分なんですが、ちょっとこれめっちゃ綺麗なんで撮りたいんですよね。いや雪が舞ってきてこちらも綺麗に見えておりますよ。いやーあと5分というところで曇り始めてきましたね。いやー先ほどの桃源郷のような姿が消えてしまいました。撮りたかったんだけどな、ちょっと厳しいかな。踏切になりました。いや少しだけ火が出てる、早く来い来い。あれ踏切が止まった、なんで。あー列車がちょっと遅れて太陽が雲の中に入ってしまった。
いやー、晴れることはなかったなー。今列車通過したとこですが、向こうから晴れてきましたね。いやー、悲しいな、もうなんでこうなるかなー。ああ、ショックがでかい。